間違えた。いけた。こんばんは。今日12時まで配信しないよ、先に言っておく。なんか間違えて配信終了ボタン押してしまった。まつさん、こてつありがとう。なにちゃんかわいい、ありがとうございます。ちょっと待ってよ。サルゴさんかわいい、ありがとうございます。今日は先に言っておく、今日は私は絶対に12時まで配信をしません。こうおつでした。皆さん23時、いや、やだ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 。ゆうさんかわいい、ありがとう。山田綺麗だよ。ちょっとやばい、ブブ。なんかさっき、あの、そう、ついさっき、そう、なんか後伸ばしにしすぎちゃって、ちょっとさっき振り起こししたんですけど。なんか、でも30分でできたけど、ちょっと多分忘れてる。なんかね、なんかね、あ、じゃあこっちだ。もうまあ、この後練習しよう。さっきやった。しかもさ、なんかにさみのさ、振りがなんか全部公演映像があって、もう全部顔をさアップで映されてさ、ないんですよ。そう、タイタンさん可愛い、ありがとうございます。ニュに遊ばれてる動画。またあ、ちょっと徹夜ですね。りんたろさん、ハートありがとうございます。待ってよ、あ、ちょ、こ、え、なんかね。なんか、あ、違う、え、こう左ですよ、左。あ、まあ忘れた。なんて、あ、どうだったっけ。あ、こうだ。あ、やばい。あ、お誕生日なんさおめでとう。きくりさん、ハートありがとうございます。しかもさ、歌うとやばいやばいよね。あ、よかった、誕生日にツインテールっていうのかちょっと知らんけど。はい、いやー、リンコンとな、ツイッターさん、ハートありがとうございます。竜兵さん、バラありがとうございます。何歳だろう。寒いね。やる話しかやる。おー、ついに。まあまあ、明日あれだよ、明日曲は秘密だよ。寒いね。寒い。あと役何それ。今日もちこいない。今日、オールはしやんけど、徹夜ですね。あ、やばい。あ、でも30分でここまで覚えれた、わし。水の場所ってな。やりません。一人公演です。でも言うてできる。そう、かわい、あなたが代わりに徹夜をしてくれたところで。何もない。テストは一夜漬けではなく、まあ、そもそも勉強すらしてなかったので、徹夜では、まあ、ある意味ゲームで徹夜してたかもしれん。ヨセイさん、かわいい、ありがとうございます。
なんかね、ニサビのね動画がなくてさ、多分ニサビあったないと思うんよ。なんか公演の映像の、あ、こうかなっていう、ちょっとなんかさ、公演なんか全部さ顔アップで映されててさ、謎に映像が、多分ニサビに関してはあってないと思う、フリが。いや違うんよ。白井さんグーグーありがとうございます。したよ授業したよ。もうね、もう眠いもうね眠いし、眠いし、しかもまだ衣装一回も着てないんですよね。ちょっと着れるだろうかね。え、野田さんかわいい、ありがとうございます。そう、あー、いやダメ、明日もう寝たら終わりえ、もうだから、え、最悪もうなんかダンスわからなくなったら、もう棒立ちで歌いますねはい、やばいやばい。え、でも、え、でもね 46.9kg だったんです今日。入ると信じてる、入ると信じてます。こんばんは。あー、え、そうそう、ギリギリ、そう、もうそう、ギリギリギリ、ギギさん、誰もありがとう。いや、明日、いや、そう言ったらバレるじゃん明日のさ、集合時間言ったらさ、バレるじゃないですか。あなた、悪いわ。そう、フォーメーションがないよ。そう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 。そう、裏で努力してるんですよ。食べても、食べても、ちゃんとね、裏で努力してるんですよ。はい。ひたすらお湯に浸かりまくって汗を炊きまくったりとか、部屋暖房をガンガンにしてめっちゃ僕て踊りまくりとかしてるから頑張ってるんです。はい。季節、ねえ、ね、楽しく武将してほしい。なんかみんなが当たらんからって言って他の子になんかちょっと行こうとしてるから、ちょっと武将してください。えらい、えらい。そう、そう、もうボクサーボクサーです。もう踊るのいいんですよ。しかもさ、なんかいつもだったらさ、公園とかやったらさ、なんかさ、ちょっとさ、こうやってやるけどさ、なんかダイエットの時の一人でやる僕隊はさ、もう痩せることしか意識してないから、これめっちゃ激しくやってやるんですふざけん痩せれるのえ、そうそう、ブスフェスト欲しいな神さん、あ、シャンプー変えたの。え、すごいね。めっちゃ私のこと見てるじゃないですかセーフじゃないよ。みんなが当たらんから、私のなんか1枚だけ応募して他の子に次ぐ、やめてよブス増やしてください。シャンプーね、あれにしたよ名前がわからん、なんかアメリカのやつアメリカのやつ、なんかね、なんか美容師さんになんかどのシャンプーがいいですかねって言ったら、アメリカのやつって言ったらアメリカのやつにした名前がわからん寝ないでください勝負服お揃いですか。テイストのぐさん、ハートありがとうございます。ようようの、そうそう、え、じゃけんさ、その1なんかやだ、そのなんか やだわ。なんかさ、私悪ないのにさ、みんなが私の件当たらんから言うて他のさ子に行こうとした人すんごいやだわリンコ家、あ、応募したの、あら応募したのえ、なんて名前だろう、え、知らん、なんか透明のボトルのやつたらん、そうね、しろ、え、あの、スタッフルームに言ってや、何、スタッフ部屋、スタッフ部屋で言ってや、だって、なんか、やじゃわ、なんか足悪いことしてないのに他の子に行くだって、いや、わし何も悪いことしてないのにさ金髪泣かないでください。じゃあ次、ちょっと次のシングルでは部数が増えると信じてます。ちょっと増えなかったら悲しい花から他、あ、そういう人は知りません
なし、なんもわし悪ないのにな。これ1枚のために、いやその1枚にじゃあ書きよう、めっちゃ喋ろうや。めっちゃ喋り倒そう。でもさ、ね、あるんかな、病床のコロナなんかまためっちゃ増えてたし。あればいいけど。お、わしに言わ、私がさ部数をちょっと調整しただけじゃないので、はい、来てよー、と遠目からさ、遠目からな眺めるだけでも。あれ価値はある、価値はある、分からんけど、まあ無料だし、いやそれ、まあ衛星がね、衛星があるね。どうしよう、でもどうしようもない、どうしようもないです、どうしようもないです。価値はある、そうプレスです、ちょっと意味がわからん。少し、そう DD の考えだね。すばしわしだけ部数増えてほしいですね。私言われてもさ、どうしようもない。寝坊したいゆうさん。やばいな、明日のことしか頭がない。すいません。そんな悲しい。そうね、いや嬉しいけどさ、そう嬉しい嬉しい、あ分かるよ、いやでもさ嬉しいんやけど、なんかちょっと微妙な心境。嬉しいですよ、そりゃ、あそりゃなんか人が、新しい人が増えてきてくれたんだなって思うのはすごい嬉しいし、ありがたいんですけど、なんか微妙な心境で、みんながなんか当たらんから他の子に行こうかなって言うから。まあそりゃそうよね、まあそりゃそうそうよね。あやばいやばい、もう忘れそう。悲しい。安部さんハートありがとうございます。増えたらいいよね、次ブス増えたらいいなと思うけど、ちょ寒い、ダメ無理、暖房つける。いや、いや、乾燥機、あ、なにこれ、乾燥機をつける、よし、あ、もう寝る気まま。もう寝る気まま。このこの布団乾燥機、多分昭和の布団乾燥機、知らん、なんか分からん、なんか多分昭和の布団乾燥機。あー、もう寝れます、寝れ、もう私お風呂入ったんですよ、実は夕方だけど、6時ぐらいに入ったの。ああやばい、まあこんばんは。いや暖房嫌いなんよね、実は。電車、そうそう、やけ、最悪明日寝坊しても、まあ一応お布団は入っ、あ、布団じゃない、お風呂は入ってるので、インコちゃんのこと気になっている。それはまずいですね。
かよこさんだるまありがとうございます。もう寝れる。違うよ、今日もう今日寝たいと思ってえ、いや、いける気がする。いけるいける。いやだっていけますよ。1曲目はほぼほぼレス曲でしょ2曲目はもうネタなんで大丈夫。3曲目はやったこと、4曲目なんよ問題は。うん、今日なんかアルプス少女のハイジみたいそうそうそう。まあね、でも服がさ可愛いけん許してくれるよねもう2曲目はネタにした。なんか最初覚えようと思ったけど、ま、できなさすぎてネタにした。なそう、何時からだっけ、ちょっと私も何時からだっけな。そうアルプス一万尺小槍のうあアルプス一万尺小槍、あ待って、もうからちょっとアルプス一万尺小槍の上でアルペン踊りをさ踊りましょう。ララ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 ラできるよ、すごい懐かしい懐かしい。まずできるのすごい。え、いや小学生の時めっちゃ学校でさ狂ったようにやりよったえぇ、ー、私明日何時からだっけな明日、いやダメダメ、あ待って、そうタオのお礼が、いやごめん全然書けなかった今日、ちょっと待ってよサラマンダー千尋さん、ミーさん、たまとこさん、あ待って、押し消してねえべ、ちょっと待ち、ちょっと待ち、スランプくんハートありがとうございます。今日はサラマンダーさん、千尋さん、ミーさん、たまとこさん、和人さん、ゆさのこさんの分がありますということで、その子さんのやつやります明日はトーイさんと安部さんと藤玉さんかな、そこらへんあ、ちょっとごめん、ちょっと順番待ち、順番待ち、順番待ちなんで、ちょっとね、すいませんあ、ちょっと順番待ちなの、あとね、何人だろうだいぶ終わったんですよ、と年末年始の分終わったんですよ、今さら、すいませんね。あとね、123、あ、まだ書いてないです、12345、あとね、書いてない人は7人。サインも終わってない、全然渋滞してて、ちょっと許してあ、ルうん、リプ編、え、そんなものあったっけちょっと待ってよ、もうどれがどれ、うん、あったあった、そう、私ね、ひななさんの LINE をゲットしたんですよ、実はやったー、だからちょっとひななさんに LINE をしようと思う、つながっちゃったそう、本当にちょっと編集しますか。好き、あ、つながりですねえ、そうえ、そう、なんかひななさんがね、あいこになんかりんこちゃんにも LINE 教えてってほしいみたいな言ってくれたらしくて、うれしいです。なんて返そうあ、ちょっと待って、タワーのあれ、ちょっと待って
告白をしてみた。はい、読みます。ゆさゆさなこアットマーク、結局チホリンコ大スラーもーえ、去年の僕の太陽公演ありがとうだわ、ありがとう、去年ね見つけてくれてありがとうだよ、いつも説教バカにしておりますが、ちゃんと、あ、待って何こいつ、え、待って、私違う人の外してる、あ、ちょっと、もう、もう一回もう一回ちょっと待って待って、違う、待って、ミスった、あー、もうおめえじゃねえんべ、ちょっとおめえだ、ちょっと、もうワンテイク間違えた、違う人の、ちょっと付箋外しとった、え、ちょ、もう一回、はい、もう一回、ゆさなこアットマーク、結局ちほりんこダンスがもうえ、去年の僕の太陽公演ありがとうだわ、ありがとう、去年ね見つけてくれてありがとうだよ、いつも説教ばかりしておりますがちゃんと感謝しております、過去恥ずかしいからタワーのお礼で言う。この前のお話し会はジョークだけあんまり気にせんとって、今年はゆさなこに対してもう少し素直になるのが目標、リンコより、去年のゆさとの一番は消毒ツアーかな、2022年1月14日ありがとうございます。あー、もうこれもういいやありがとう、ええやん。説教邪魔ミスった、切、まあいいや、ありがとうございます。私はチホリンコ大スガモです。切説教、ちょっと見せちゃった、ありがとう。ありがとう。チホリンコ楽しでね、大スガモで行きましょうね。切パンダ。おめや、えー、そんな、はい、終わり。ちょっとまだ石炭あり余った、ぶ、あ、そんなこと言ったっけ。待って、待って、待って、まだ言ってない人言うわ、サラマンダー千尋さん、みーさん、トイさん、たまとこさん、かずひとさん、やすべさん、あ、ま、ん？あ？ちゃうちゃう、書いとるのがサラマンダーさん、ちひろさん、みーさん、トイさん、たまとこさん、かずひとさんで、で、マダーがやすべさん、藤玉さん、つのさん、みーさん、くまぴさん、なんさん、あんさんですね、で、合ってるよね。で、多分合ってると思う、まあまあ、今週じゃ無理だ、まあ、まあ、水曜日までには終わらせます。誰パズーって誰。渋滞して許して押し崎さん、タワーのお礼も押し崎さん、あ、久しぶりに来た、あ、ちょうどいいタイミングで、そう、ちょうどいいタイミングでタワーのお礼があるんですよ、明日、私の分に当たるかな。みーさんがめっちゃ渋滞してて、これはとりあえず4本分で、ちょっとまだ多分2本分溜まって、2本分ちょっとまだ、これ、とりあえず4本分です。明日で、投資券。これは、とりあえず4本分しますね。あんまジブリ、みー。ホタルの墓しか見ん、ホタルの墓しか見ん、ジブリ、あ、トトロも、トトロとホタルの墓しか見ん、いや、とりあえずそうだから記録に24秒です、はい。長文、作文読みます。みーさん、みーアットマーク、もうリンコしか見えない、いえ、4本分です、ちょっとまだあと2本分あるけん、
2022年もよろしくと、公演頑張ったわ、サイドポニータワー、配信かわいいタワー、過去4本分ありがとう。1月8日と1月9日の話し会でいろいろ話聞けたし、言いたいこと言えてよかった。みーさんの気持ちよく聞けました。あ、呼び捨てしちゃいっ子2人だけの時ねそんなにりんこのこと思ってくれてるのなーって嬉しくなったよ。でも普段からモバブの返信とかドライブのチャットとかだったりで伝わって伝わってたけどね。これからもお互い言いたいこと言える関係を続けられたらいいなって思う。それよりもっと深い関係になっちゃう。何を言っているんだ。2021年、特に後半かなり濃かったよね。ほんと一気に仲良くなった。いつからか遠いのに公演とかにみーさんがいるのが通常みたいになって、お話し会とかツーショットでもみーさんが来てくれるのが当たり前みたいに思わせてくれることに感謝しているよ。ツーショットとかポーズ練習するまでになっちゃった。今年もいっぱい思い出作ろう、りんこより二人つくみありがとうです。やぶるわ。まあみーさんの本名を知ってるのは私だけなんで2月4日ってなんだっけ。あー、え、あ、船、え、来るの。やったー、デートですね。え、やったー、え、絶対開催されてほしい。ありがとう、船のシース。やったコロナなくなる。こちらこそいつもありがとうです。私は。1枚目。ロッカさん、ハートありがとう。かわいいとレインボースターありがとう。デートですね、ちょっとな。2枚目。え、ま、え、ま、え、じゃあ牡蠣食えんのやけど、どうしよう、え、無理、どうしよう、え、牡蠣だけは無理、どうしよう、え、どうしよう、え、本当に、え、無理だ、牡蠣だけは絶対食べたくない。ね、明日最善投資券なんで最善です。ありがとう、以上です。あとまだ2本分あるけん、ちょっととりあえず4本分。ありがとう。え、牡蠣だけはダメ、自分牡蠣だけは食べない、え、無理だ、牡蠣は無理な、無理なんよ。ありがとう、またまたするね。ありがとうございました。え、無理無理、世の中の嫌いなものランキング、1位牡蠣、2位フォアグラ、3位なんか臭いやつ、あ、な、生肉。龍平さん、ハートありがとうございます。無理、え、焼いてもダメ、フライでも、もう牡蠣なんかエイリアン卵みたいじゃないですか。え、なんか私、そう、私この前の旅行で初めてフォアグラたるものをもういただいたんですけど、食べたんですよ。あ、なんか ダメだった。あー、だ、え、ウニはまだ、ウニパスタは食べれる。そう、はい、え、そう、この前初めて食べたんですけど、ちょっとダメでした。なんか匂いがちょっとダメでした。なんかにやっぱり匂いなんか、うん、なんか、うん、あ、うん、なりました。え、レバーやだ、無理、なんか肝臓、なんか腎、何、なんか臓器系ダメ、なんか脂肪しかダメ。当たったことない。でもそもそも牡蠣を、そんなに牡蠣はな、一回給食で食べたことがしかない。納豆は好き。なんかなんか、かん、ダメダメダメ、あ、無理、しら、あ、無理、で、ブルブル、ごめんなさい、ダメです、しらこうダメ、無理、そういう、なんか、何、そういうのダメです。あ、ホルモンもあんまちょっと好きじゃない、なんか、なんちゅう、なんか自然の肉しか好きじゃないです。そう、田楽ってなんだ、
そうダメなもん、なんかなんかチェーン店の安いご飯しか好きじゃない。なんか親がそうちょっと頑張って高いところにご飯を食べさせてくれても、ちょっとチェーン店のご飯しか好きじゃないかもしれない。そこスパいいよ。みんな自分と付き合ったらコスパいいと思う。安上がりの女。そういい人は人。コスパいいよみんな。あ、うなぎは好き。普通になんかイタリアレストランがいいとかじゃなくて、普通にラーメン連れてってくれる方が嬉しい。あ、生姜焼けいいね。うなぎは好き、うなぎはいける。でもウツボはダメ。アナゴもダメ。うなぎはいける。あ、コンビニいいかもね。お寿司もなんか卵しか好きじゃない。え、焼肉はいける。でも焼肉もなんか何なんかカルビしか食べれん。そうなんよ、自分広島人のくせにダメなんです。なんか宮島行った時にさ、なんかアナゴ飯屋さんいっぱいあるじゃないですか。なんかちょっとアナゴの匂いがってなる。ちょっとそう。え、普通に東大ラーメン連れてってくれたら一番嬉しいかも。何うなぎ犬ってなんだ。そう、普通にやっぱ東大ラーメンが一番嬉しいかもしれない。カルビいいよね。え、カルビと何、あれ何回ね、あれコーネ、コーネは好き。でもなんか豚肉が一番好き。え、さ、東大ラーメンとか居酒屋とか普通にそういうところが一番嬉しいかもしれない。アナゴの、え、なんかアナゴ食べてるんだって思うとダメかもしれない。やっぱそれは特殊あんま関係ないけど。なんか普通に。え、タンってベロでしょ。え、ベロは食べたくない。何それ一休って何。竜兵さんリンボスターありがとうございます。これを食べるんですか。え、違う、なんかさ、福山行くのさ高速代でさ3000円ぐらいかかるんですけど、東大ラーメン、ラーメン一杯行くの3000円出したくないな。観光があったら行こうかな。岡山行くついでに行こうかな。福山、ハラミってどこだっけ。なんかここら辺のなんか、ここの肉とかは食べれるけど、いや、これはちょっと。観光で広島の、無理。あ、何、横隔膜って何。え、無理。詐欺島全然方角違うのに。ミシルボーイさん太鼓ありがとうございます。そう岡山、そう岡山にもあるけん。そう白子ってなんだっけ。なんか、うん、あ、卵、た、なんかイクラもダメ。イクラも好きじゃない。好き嫌い激しい。しゃっくり、え、お、何、横隔膜って何。豚足、え、なあ、いいかもしれない。タッキューさんハートありがとうございます。あ、東大食べたい。なんで福山しかないんだろう。あ、明太子は好き。明太子は好きよ。あ、明太子のおにぎりとか好き。なんでだろう、ちょっと、うん、いくらダメ。あ、ダメ。カイリーは全部ダメですね。なんででしょうか。
何蜂の巣、何それ、蜂の巣って何、蜂蜜、蜂蜜は好きよお腹減った。基準、え、なんか、え、違うじゃん、なんかイクラはなんかさ、なんか命を、命がいっぱい、それ明太子も命か、ちょっと分からん分からん、まあ、え、無理、どうしよう、食べた、お腹減った、ホップクリーム、ホップクリーム今言えない、タラコってなんだっけ、ダメ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 、ハマチ、ハマチ、ハマチ、え、焼いたら、焼いて、焼いてソースかけたらお腹減った、え、そう電光か、何それ、うん、いや、あ、昨日コンビニ行かんかった、結局なんか家に、家に、家にあるもんで満足した。なんか、あやかんちゃんハートありがとう。無理無理無理、そう変色が。え、納豆ご飯食べた昨日納豆ご飯食べちゃった昨日やけん、もういや、いいわと思って。りゅうへいさんごめんなさい、花子ハートロックサペライトありがとうございます。え、しかもなんかウーバーイーツでなんかポプラのポプラポプラだっけ、ウーバーイーツ、なんかウーバーか知らん、ウォールとかパン、パパパンだか知らんけど、なんかポプラが配達できるようになって、そアイスを注文したなんかめんどくさかったからコンビニめんどくさかったからちょっとそう、なんかポプラのアイスウーバーした、雪見大福もったいない、もったいない、そうそう、お金がないです、もう、え、べ、え、アイスだけ、アイス、雪見大福だけうまいっつってめっちゃお金かかった、送料とかなんか最低金額いかんかったし、めっちゃなんか取られました、贅沢、めんどくさかったわだってさ、え、だってさ別にさ、いや言うてさ、いや、そうな、でじゃっけ、いや、お金持ちじゃない、もうお金ないもん、もうそうそう、ポプラがあったから、そう、分からん、ウーバーか なんか知らん、知らんけど、なんかあったから頼んだ、え、めんどくさかったんだもん、でもないです、本当にもうどんどん、もう貯金残高が減った、本当よ、え、でも家で食べ物しか使わんのよね、私お金、食べ物と、食べ物しか使わん、食べ物と、こんばんは、食べ物と強制と、あと何、家にお金入れるやつと、たまに服とかしか使わんからさ、で食べ物にめっちゃ使ってるあ、無理だ、そう、税金が、あ、美容いや、でもさ、いや、なんか、いや、たま、あ、マッサージは行くよ、そりゃ。行くけど、あ、そっかそっか。え、そエステ。エステ、行ったことあるよ。行ったことあるよ、エステ。うん。いや、ダメじゃん。マッサージ、あ、ちょっと、あんま、ちょっと、小芝居。行ったことあるよ。STU 入ったから3回行ったけど、なんか別になんか何も効果が感じられなくて、そう、そう、服もさ、そう、プレゼントちょっともらうから別に1個は止まっちゃう、え、ちょっと腰が痛いっすよ、整体行こうかな、ちょ、何も効果を感じなかった、やけん脱毛行こうかなと思ったけどさえ、そう思ったよ、脱毛、脱毛行こうかなと思ったけどさ、バカ高い、医療脱毛20万円ぐらいするが、さすがにちょっと毛に20万は出せえ、全脱、全身脱毛でもさ20万がちょっとするんですよ、ちょっと毛に20万はちょっと出したくないかな、うん
今から、ま、いや今から遅くないと思った。いやちっちゃいアイドルじゃけんさた方がいいかなと思って、そ別にそんな早いし、違うそんな早いってない自分やけん別にいいかなって思って、そう毛に20万は出せませんわ。そう頭な、あまあ頭なんすよね。そうめ、そうめんど、そう通わんといけんからめんど、めんどっちめんどっちいから、そうそうやめた、だる全身の毛をツルツルにしようかなってそれそれ生えるよ、それ生えますよ、産毛はそれ生えるよ、人間だから。あ今日、あ大事、待って多分あしたっけ、あしたか、あ気にした、あしました、すいません何もないですえ毛に20万つくんだったら歯に20万つく、それ生えますよ、産毛は。じゃけんでもなんか、まあ、別にこんぐらいだったら分からんしいいかなと思ってやめた。そう化粧品買おうかな、別になあるしな畑の話よ。20万出すのリンコの口、ちょっと引いたちょっと引いたあ無理、でももう税金取られるからもうお金です。はい中減った、なんで、あの化粧始めたての時に買い揃えたやつがまだあるから別にいいかなって、もちこが、でもちこの唇まだ奪え、もちこ暴れるもん、もちこくちゅうしようとしたら噛もうとしてくるけど、ちょっとまだもちこの唇奪えてない。どうでしょうかね明日そうだよ年金払わんといけんから、ちょっとお金ないし、トレンド、トレンド知らん知らん、あ何トレンド、あーあママ、ママのプレゼントあるからいいかな、明日もちこ来ないっすダメ、まだワクチン打ってないの、まだもちこやけ外出せれん、そういう問題でもないけど、うん、あ、私はちょっとまだワクチン予約してないけど、これこれ昭和のこれ、何これ弱っ弱っ、何こんな弱いん、昭和の乾燥機、くさくさくせあ全然、あでもあったかい、全然なんか風量がないえこれいつの時代、危ない危ない、絶対発火しそう、見ていつも黄ばんどるでも見てみ、中見る、ボロボロ、もう汚い、ほらいつの、わからん、これい なんか気づいたら家にあった、いける古いよね、絶対古いと思う、いやこれ分からん、これじいちゃんばあちゃんのやつかもしれん、分からん、なんか気づいたらあんたやらないよ、めんどくさ、分からん、多分自分より生きてるかもしれない、あくさ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 くっさ、あのさ何臭い臭い家の匂いあでもあったかーい、あこれ なんでこの家にあるのか知らんあカビ生えてる、あらうちのやつだろ、まだ使えるもん、もったいないじゃん捨てたらえ
2009年生って、あ、全然平成だった。2009年生とか言っちゃった。なんでこんな来たの2009年生だった。9、10、20、22-9って何？ 22。新しかった。なんだこれ。22-9。あ、13年前か。あ、私より若いじゃん。なんかちょっと嫌だ。臭い。あったかい。これね。これ、いい、これ、ええわ。あったかい。多分暖房嫌いなんですよね。なんか暖房ドライヤーになるからあんま好きじゃない。掃除してないだろ、掃除してないだろうね。うん。寝れる。いや、臭いけど、やらん、ドライヤーの風とかさ、ここに入れん。入れん、そう、入れるでしょ。いいね、寝れるわ。あーでも臭いな。あの子減った、やるよね、やるでしょ。やらんの。ないわ。もったい、めっちゃ気持ちいいよ。明日臭いかも。もういいや。でも今日お風呂入ったからもう寝れる。そう、あああれが、だけ。ないわ。やら、もったいな。人生損してるよ。ね、せっかくお風呂入ったのに。いい子は真似し、いや、私いい子ですから。お腹減った。もうやだ、本当にお腹減った。ちょっとなんか冷蔵庫探索してくる。ちょっとダメ、もうダメ。今もうお腹減りすぎて気持ち悪い。もういいや。いや、もうどうせもう、どうせ明日。もういいや、どうせ配信ないし。白米と弟からパチッと。いい米なんですよ。美味しい。
ないんです実は、あ、旅行の人も好き、白米って味ないから、うん、うん、ラムネ味ラムネ、満足した。あ、ごめんかしますからね。まあ入らんかったけど。おやすみルームホロ、あ、ありがとう、あ、ダメ、お腹減った、全然満足できてないです、しゃあね、サラダ食うか、全然満足できらん、ゴミ箱捨てますよ、はい、おい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 、あ、捨てたよ、ほらもらってみ、見えんか、
あ、待って、私なんで新しい箸持ってきたんだろう、バカだ、洗い物を増やしてしまった、まあいいや。あー、しょうがないからサラダ食べるね。もうかけたドレッシング、タマレンドドレッシング、メレスさん、うまい、ありがとうございます。そう、マヨネーズではない。うーん、入れて、うーん、口がサラダ、口がサラダ。違う、なんか違う。
口が臭あーもうもうでもあれだスペーミスも入らなあ待って12時まで今日配信しやんのいやこんな感じで我慢、一応アイドルだしアイドルだし、うん、違う草ってあれだよ草の草臭いの臭いじゃないよ終わらなきゃもう寝るんだあ間違えた練習するんだいやなんかなあ、もう忘れたじゃん。さっき覚えたのに。あ、もう。洗い物はパピーかな。うん。そうなんです。不機嫌になった不機嫌になった。うーんサラダもっと食べたい、もっと食べたいもっと食べたいよ。うーんサラダもっと食べたいよ。直接お話しか当たったね。あら直接も来るんですか。もっと食べたいよもっと食べたいよ。え違う今なんだろう。えガーナのイチゴアイスって言えない。でもどんだけ好きなって感じでも大好きなんですよね。食べたい。持ってきて。ピッチョもうなくなった。美味しいよ。買った？美味しいよね。いつだ。あ、アイスありがとう。ナイトさんハートありがとう。いや食べたかもしれない。ウーバーイーツってさ最低金額あるけどさいっぱい買っちゃうし。ダメ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 。3時間、待てん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 。いやでももち子がおるからさ。マミてかわしさなんかさもち子にさ嫌われるようなことしてないのに今日避けられた。なんかさママがさもち子にさチューしようとしたらさなんか受け入れるくせにさなんか私が「うーん」って言ったらさ超えてるんですよ。もう私何も悪いことしてないのに。ウーバーなんかわからんな配達系。ひどい。
もう嫌われたかもしれない。あ、わかるわかる。あ、そう、やりすぎたんかな。お尻クンクンしたけ嫌われたんかな。やばい、でもめっちゃそう、やばい。そこはももたんに睨んでよかったのに。なんかこうやってさ、うんーってやったりさ、うんーってやるの。なんかこう、わかる、凍るじゃん。ちっちゃい剣さ、こう、なんかこうやってやってさ、うんってやろうとしたらさ、なんかうんってやるの。髪の毛めっちゃ噛まれる。そう、嫌われたかもしれん。私ね、そんな嫌われることしてないのにな。でママがさ、チューしようとしたらさ、なんか受け入れるくせに持ち込め。同じことされたら、あ、人によるわ、人によるわ。人によるわ。ちょっと嫌な人やったら嫌だわ。嫌われたかもしれん。臭かったんかな、臭かったんかな。臭かったんかもしれん。嫌い、それはなんか、それなんかさ、不審者とかにやられたらキモって なるけど。俺は聞いてない、聞いてない。聞いてないよ。もう序列したな、私。もう序列したな。嫌だ。男は嫌だ。そうなんかな、おかしかったんかな。もう下なんかな、もう下なんかな、私。でも確かにもち子は頭いいなとは思う。そう。ああ、待って、どうやったっけ。もう本当にね、切れた。もう明日のことにしか頭がない。こうか。わかる。あ、頭おかしいもん。あ、ちゃうわ。え？あが？あ？あ、これ。ちゃ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 。あー。あーあー、もうガラガラだよね。ああ、ああ、でも30分で覚えたんですよ。パイドリさん可愛い、ありがとうね。やでも30分で覚えたんですよ。30分でこれす、まあまあまあすごい。
あもう歌詞もわからん。え、そかし、しかもさ踊りながらや、まあ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 やばいなって。振り入れ遅いですよ。遅いですよ。いやもう最悪、あやばい分からんなと思ったらもう棒立ちでやります。ジョージさんセンス2個ありがとう。終わろう。いや言うて12時まで配信せんとか言いつつちょっとこんな時間までやってしまいました。終わろう。いやもう少しだから、いやもう無理。秋葉原で、あらららら、あいいね。もう歌詞わからなかったら、ほう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 みたいな。いややだ、そこのあと15分がダメ、もうダメ。寝る。わからんか、ほう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 みたいな、ほうほうははははみたいな。でやろう。いや魔王は著作権がありますからね。ほへんふ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 んパパパラッパ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 ッ。まあでも言いたい人配信ないけん、なんか著作権みたいなものはないか。まあいいや、寝ませんね、もう終わるね、もう寝ます。はい、13位、寝ます。13位、シロウケンさんありがとうございます。12位、 ABC ハウスさんありがとうございます。12位、ジノラニカウイグルさんありがとうございます。寝る。10位、寝る練習する。10位、かきひろさんありがとうございます。9位、ドンさんシェイシェイ。8位、なにちゃんありがとう。で7位、ロッカさんありがとうございます。そして6位、ライちゃんありがとうございます。5位、りゅうへいさんありがとうございます。で4位は角さんありがばら。そして3位はよしひこクルーズ船申し込み、おーやったー、ありがとう。そして2位は成田さんありがとうございます。そして1位はみーあとマーク、もう寝ます、おやすみー、ありがとう。楽しい配信、いい終わります。あでも12時までほら有言実行。有言実行した。はい、今日風呂入らんでいいからな。じゃあまた明日会いましょう、会う人は。はい、私今日食欲を満たし、今日も話したいこと話しただけの配信になってしまった。いやもう終わる、もうこの10分が無理。バイバーイ。あ間違えた、おやすみなさい。クッキンさんハート